江戸後期の長いの共同ゴミ捨て場当時は、ほとんどの品物をリサイクルしており、欠けた陶磁器ぐらいしか捨てるものがなかった。それら陶磁器のゴミも、干拓や道路の補強に利用された。日本でのリサイクルでは、日本におけるリサイクルについての説明を行う。循環型社会形成推進基本法には、再生利用とは、循環資源の全部または一部を原材料として、 利用することと定義されている。また、法の中では、リサイクルが自己目的化しないよう、3R のうちリデュース、リユースの継ぐものとして位置づけられ、さらにリサイクルに継ぐものとして、サーマルリサイクルが位置づけられている。これは、大量生産から大量消費から大量リサイクルというシステムでは、循環型社会の目的に合致しないからである。 資源の有効な利用の促進に関する法律では、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック容器包装、小型二次電池、塩化ビニール樹脂製建設資材については、リサイクル識別表示マークの表示を義務付け、製品が廃棄された時に容易に分別収集して、資源として再利用できるよう定められている。日本では、古くから、 チリ紙交換などによる紙リサイクルが行われてきた。他にも古着、古切れ、アルミ缶、スチール缶、ガラス、蛍光灯、電池類、ペットボトル、タイヤ、食用油などがリサイクルされている。ペットボトルの回収率は2012年度以降、2016年度を除いて90%以上あり、2019年度における回収率は、 93.0%に上った。そのうち約60%が国内においてリサイクルに回され、その他は輸出されている。リサイクルに回されたものの再資源化率は概ね80%であり、海外輸出分の再資源化量を推計し合計するとリサイクル率は約85.8%である。リサイクルされた再生 p e t 樹脂の量は 30.5万トンであり、海外輸出分の再資源化量を含めた、リサイクル量の約6割が、材料リサイクルされ、ペットボトルや他の製品の原料となっている。そのうち本来の意味である、再循環が行われる、クローズドリサイクルは、約4分の1に過ぎず、他は、ペットボトル以外の製品の材料となる。社会に蓄積された、 鉄鋼約14億297万トンの鉄が循環しており、電炉法と電炉法によりリサイクルが大規模に行われている。日本の鉄鋼循環図として鉄のマテリアルフローが図で追いかけられる。また、日本のスチール管理サイクル率は2011年度以降90%以上であり、2020年度は94.0%となっている。 回収した紙は、古紙として再び紙の原料となり、トイレットペーパー、段ボール、白板紙の原料となる場合が多いが、最近は、新聞や雑誌を含む紙製品の多くに、この商品は再生紙を使用しています。R イコールなどと表記されている。同じ紙であっても、品質が高いものから低いものにされる場合、厳密にはリサイクルではなくカスケード利用に、 分類される。牛乳パックは、バージンパルプから作成されていて、繊維の品質が高いものとして流通するが、回収されたコ紙は、トイレットペーパーや板紙といったものに加工されており、有効に利用されることが多い。用途に特化した紙が作られるようになるにつれ、関熱紙をはじめとして、リサイクル上の問題となる近期品が増えており、問題視されている。また、 シュレッダーで処理された紙は用途によってはパルプセミが切り刻まれているため再生には不利である。日本の新聞紙の古紙回収率は100%を超えており2019年資産で145.1%である。これは全体で800万から1000万部割合にして1割前後が消費者へ流通されることなく販売店からそのままリサイクルに回される。 また、新聞に折り込んであるチラシも含まれるため、腰回収が高い一因でもある。段ボールは、容器包装リサイクル法の除外であるが、腰回収率は100%を超えており、2019年試算で111.7%であった。これは、海外からの梱包による持ち込み分が、日本のリサイクルルートに乗るからである。また、全体の腰回収率は、 2019年で約84.9%で2019年の世界平均の回収率を超えていた。そして紙や段ボールなどに個紙が利用されている割合は約67.2%であった。ラミネートとリサイクルが困難なものもあるが徐々に段ボールにもリサイクルマークが浸透してきている。グリーン購入法においては白色度と 腰配合率70%以上の規定がある。政府や自治体が調達する紙物品を100%再生紙と指定していることが多いが、紙は100%腰で生産し続けることは不可能であり、用途によって配合率を決めることが望ましい。再生する工程で必要以上に化石燃料を消費している。再生紙はトータルとして決して地球環境にいい。 商品とは言えない。最近では紙を作るために、熱帯雨林や天然林を伐採することなく、有給牧地や広廃地にユーカリやアカシアを植林したものをチップ輸入して、パルプから作られた紙が大半を占める。このような管理された持続可能な森林から生産された木材チップを使用したバージンパルプから作られた紙についても、 グリーン購入ネットワークでは、印刷、情報用紙ガイドラインに明記している。日本製紙は2007年4月、古紙100%配合紙を廃止し、古紙の配合率を下げた製品に切り替えると発表した。これは、古紙100%配合するためには、化石燃料をより多く使う必要があり、CO2 削減の観点から望ましくないとしたもので、ある。 中国などにおける需要増による古紙の高騰、脱色工程の手間と設備コストなどにより、バージンパルプ種と同様に使用可能な高品質の再生紙の製造はメーカーにとって負担が大きいが、そうした事情が消費者に十分理解されているとは言い難く、販売価格に上乗せすることも容易ではない。また、2008年初頭には多くの大手製紙メーカーが、 再生種の腰配合率を偽装表示していたことが発覚し、リサイクルの優等性と言われていた腰リサイクルの構造的な問題が浮き彫りとなっている。医療品の場合は再利用されることが広く行われてきた。兄弟、親子間での再利用や、近所、親戚、コミュニティなどでリユースされるパターンがある。また、バザーや、 フリーマーケットなどで販売するというパターンもある。そのような手段がない場合、あるいは再利用に耐えられない品質の医療品については古着れとして回収される。回収された布は選別された後、ウエスやフェルト、自動車のクッション材などに利用される。選別後まだ医療品として利用可能なものは古着として再利用される。古着として再利用される場合には、 リサイクル団体が販売したり輸出されたりする。現在、中国への再利用医療品の輸出は認められていない。医療用医療品などに付着してくる細菌、ウイルスなどが一緒に持ち込まれないようにするためである。石鹸、ディーゼルエンジン用燃料などに再利用される。一部自治体や事業者では、リサイクルにより製造されたディーゼルエンジン用燃料によって、バスを運行している。 詳しくは、バイオディーゼルを参照のこと。アルミニウムで作られるアルミ缶は広く流通しており、かつ収集も容易なことから広くリサイクルのルートが整備されており、2020年度のアルミ缶リサイクル率は、アルミクズとして輸出された分も含め94.0%である。他国と比べると、2018年の値であるが、ドイツやノルウェー、ブラジルより低いが、 イタリア、イギリス、フランスと比べてると、リサイクル率は高い。アルミ缶をリサイクルして作る場合、防気サイトから新たに作る場合と比べて、作るのに必要なエネルギーを約30分の1にすることができる。その量を電力に換算すると2020年度の場合は67億キロワットアワーとなる。これは、 全国にある住宅の約14日分の使用電力量に相当する。また、再びアルミ缶としてリサイクルされる割合は約66.9%となっている。プリンター用のインクカートリッジについても、家電量販店などにカートリッジをリサイクルするための回収ボックスが設置されている。これらはもともとは純正品のメーカーの回収ボックスのみであったが、 近年は独自の回収ボックスを設置し、回収されたカートリッジにインクを再充填するなどして、いわゆるリサイクルインクカートリッジなどとして販売する業者も現れている。なお、それらの業者は無論純正品のメーカーから許諾を得て販売しているわけではないため、純正品メーカーがそのようなカートリッジを回収して再充填して販売する行為が、 特許侵害に当たるとしてリサイクル品製造、販売メーカーとの裁判となったケースもある。2008年4月8日から、インクジェットプリンターメーカー6社が、日本各地の郵便局3639局に、共同回収箱を設けて回収し、リサイクルを始めた。回収箱の設置場所を郵便局以外にも順次増やし、拡大している。 回収されたカートリッジはまとめて U パックで長野県諏訪市のエプソン水辺湖畔工場に送られメーカーごとに仕分けされその後各メーカーに送られ再生されるこれはインクカートリッジ里帰りプロジェクトと呼ばれるこのプロジェクトにより2008年から2020年まで3478万個のインクカートリッジが回収がされ 2020年のみでは365万個の回収された。ただし、このプロジェクトの回収対象は、インクジェットプリンターメーカー4社の純正品を対象としており、リサイクルインクカートリッジは対象外となる。しかし、エコリッカの場合、自社製品のみとしながらも、純正品以外で、リサイクルインクカートリッジも対象としている。瓶のリサイクル率は、2020年で、 約69.0%であり、再び瓶としてリサイクルされる割合は約80.8%であった。日本酒造組合中央会が 500ml の統一規格瓶を企画する際に、その旨を表示する目的でデザインされたのが R マークである。2000年に始まり、日本ガラス瓶協会は誰でも使える開放型のリターナブル瓶を R 瓶と認定している。 R 瓶のデザインは解放されていて、識別マークとして、瓶の底や肩部に R マークが刻印されている。そして同年にも、日本ガラス瓶協会が、瓶の軽量度合いを、レベル1からレベル4の4つに分類する、エルチを導入。最も軽量度の大きいレベル4の瓶が、超軽量瓶と名付けられ、軽量化の象徴となる、シンボルマークも作られた。 生活協同組合の一部が企画統一した R ンを複数の生産者が使用し生協が回収、再利用する瓶再使用ネットワークを1994年に設立した。2013年度までに累計回収本数は1億8000万本を超え、累計回収、瓶重量は53,320トンに達した。 これを地方自治体の回収費用に換算すると約31.5億円の税金を節約したことに相当する。さらには二酸化炭素排出量を6655トン削減することができた。輸送コストを低減する超軽量便でできている R 便やペットボトルに置き換わる携帯可能なリターナブル便 R ドロップスが開発されており実際に 地域の特徴を生かした飲料用の瓶として使われた。瓶再使用ネットワークに参加している生協は、現在、パルシステム連合会、グリーンコープ連合、生活クラブ生協連合会、東都生協、新潟県総合生協である。また、飲料メーカーなどの方でも、瓶の軽量化に取り組んでおり、2019年時点で1本あたり、 平均 173.5g であり、1990年と比べて2割減少している。また、ガラス瓶製造工場で使用する燃料ガスを LPG から LNG への転換したことにより、CO 発生量が1990年の約181.0万トンから2019年は半分以下の約73.1万トンとなった。さらに、 2018年の長経量瓶の出荷本数は1億3058.8万本であり、全体の約89.5%が調味料用として使われた。ア R 瓶は1869.5万本であり、全体の約62.6%が清酒用に使われた。また、リターナブル瓶以外の砕いてカレットとすることでガラス原料として、 再利用されるワンウェイ瓶に関しては瓶入りの物品を販売している事業者が独自に回収するもののほか分別収集など一般家庭から排出されているものを効率よく回収するシステムも構築されておりガラスミカノハラ量の約74.7%がこのカレットを使用している容器包装リサイクル法において食品などの商品を入れる容器 ラベルなどの包装を生産する事業者及び容器包装を含む商品を販売する事業者はゴミとなった容器包装を自主的に回収、リサイクルするか委託金を払う義務が生じる。対象はプラスチック製容器包装紙製容器包装ガラス瓶、ペットボトル。商品そのものは容器、包装ではなく、この法律の対象外となる。 ペットボトルも含んだ数字で、2019年に850万トンのハイプラスチックが回収され、マテリアルリサイクルに186万トン、ケミカルリサイクルとして27万トンが、航路、コークスロ燃料、ガス化、床され、サーマルリサイクルとして、固形燃料、セメント原燃料に175万トン。 発電焼却に262万トン、熱利用焼却に65万トンが単純焼却、54万トンが埋め立てされた。回収ペットボトルの約4割が海外の再資源化業者に輸出されており、日本も含めた世界中の先進国がプラスチックゴミを途上国へ輸出していることについて海外へゴミを押し付けているとして批判がある。 人件費の高い先進国では再資源化の採算が取りづらい面や、途上国の再資源化業者が資源ゴミを高値で買い取っている事情もあるとされる。また、ゴミを押し付けられた途上国では資源ゴミの再処理によって雇用が生み出されている。一方で、ゴミの大量輸入や自国内のゴミにより再処理が追いつかず、不法投棄や野焼きなどの環境問題を引き起こしているとされる。 日本の2017年のハイプラスチック輸出量は143万トンであった。日本は、香港、米国に次ぐ、世界第3位のハイプラスチック輸出大国であり、その世界シェアは11.9%であった。2017年に、日本から輸出したハイプラスチックのうち 52.、52.3%が、中華人民共和国向けであった。日本は2011年以降、 ハイプラスチックの50%以上を中国へ輸出する状況が続いていた。しかし2017年末から中国が主に生活由来のハイプラスチックの輸入を禁止したことで日本はハイプラスチックの新たな輸出先を検討せざるを得なくなった。2019年のハイプラスチック輸出量は中国の輸入禁止の影響と口述する。 東南アジアの輸入規制も、相まって、約89万8000トンとなり、2014年以降、減少し15年ぶりに100トンを割った。2019年に、日本が輸出したハイプラの50%以上が、東南アジアへ輸出されていた。また、マレーシアに次いで、輸出先、第2位である台湾へは約、約16.9%であり、この4カ国で約7割を占めることとなり、 マレーシアは前年と比べて増加している。また2018年以降、輸入、利用規制が厳格化しつつある。2018年6月にタイとベトナムがいち早く規制し、翌月にはマレーシアでも規制が開始された。その後、インドネシアで輸入規制、禁止が検討され、インドでは2019年8月31日から全面輸入禁止となった。そのため、 今後も輸出量が減少することは必須とみられ、さらには相手国の同意も必要となる。そして中国に代わるハイプラスチックの輸出先が現れる可能性は低く日本のハイプラスチックは行き場を失いつつある。そして行き場を失ったハイプラスチックの一部は日本国内で処理されるようになりつつある。2019年5月に環境省が発表した 外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果報告書によれば自治体の32.0%、収集運搬業者の15.8%、中間処理業者の46.1%が2017年12月以前と比べハイプラスチックの保管量が増加したと回答した。このうち2018年度下半期で 保管上限の超過等、保管基準違反が発生したとの回答が15件あった。また、改善命令の発出に至ったものが2件あった。ハイプラスチック類の処理量についても、中間処理業者の51.9%、最終処分業者の33.3%が増加したと回答した。さらには、中間処理施設における処理能力に対する稼働状況は、 16.0%で10割45.9%で8割以上から10割未満という回答が得られ約6割の施設が高い稼働率で処理していることがわかるただし2020年6月発表の報告書では前年より緩やかになっていると報告されている2019年5月10日ジュネーブで開かれたバーゼル条約定約国会議で リサイクルに適さない汚れたプラスチックゴミを同条約の規制対象とする改正案を採択した。バーゼル条約は有害廃棄物の定義や輸出入を規定する国際条約で約180の国、地域が批准している。改正された条約は2021年1月1日から施行予定で今後汚れたプラスチックゴミを輸出する際に 相手国の同意が必要となる。そのため、今後、海外へ、ハイプラスチックを輸出することはより困難となる。プラスチックのサーマルリサイクル率が高いことについて、グリーンピースジャパンなどの環境団体などが、リサイクルの趣旨に外れるとして批判している。実際に、前述のプラスチックの項目より、ハイプラスチックのリサイクル率は、回収量に対して、 約84%であるが、物から物へという循環系を目指す、マテリアルリサイクルは23%ほどである。そのうち15%は中国に輸出されてから、リサイクルされており、国内で、マテリアルリサイクルされていたのは8%に過ぎない。さらに2017年末に、中国政府がゴミ輸入を禁止したため、輸出分も行き場をなくしている。また、 ケミカルリサイクルはわずか4%であるが、その実態は製鉄所で石炭と一緒に用いて還元剤として果たしているだけであり、なぜかケミカルリサイクル扱いされてしまっている実態があるという指摘もある。しかしながら、マテリアルリサイクルはカスケード利用が多く、元となるゴミに一定の品質が要求されるなど利用には条件があること。 また不純物が多い家庭ゴミなどは、マテリアルリサイクルが、そもそも難しい点、床、ガス化などのケミカルリサイクルは、技術面とコストに課題があり、それらと比較して、サーマルリサイクルの環境負荷がさほど上回らない点から、サーマルリサイクルを擁護する声もある。ありがとうございます。